交互農民戦争。交互農民戦争は1894年、交互に朝鮮で起きた農民の内乱である。汎用者に東学の信者がいたことから東学党の乱とも呼ばれる。なお、大韓民国では東学農民運動や東学農民革命と呼ばれている。この戦争の処理をめぐって、大日本帝国と新国の対立が激化し、日清戦争に発展する。 1860年代から朝鮮は変革の時代を迎えていた。これに1880年代以降、国内の動乱期を乗り越えた日本やアメリカ合衆国、西欧の列強が加わり、次の時代に向けた模索の中で混乱の時期を迎えてた。民主政権の重税政策、ヤンバンたちの間での賄賂と不正集奪の横行。 そして1876年の日朝修行条記、高下等条約をはじめとした民主政権の開国政策により外国資本が進出してくると当時の朝鮮の民衆の生活は苦しい状況であった。朝鮮政府の防衛に対し疑のような死が朝鮮国内に広く伝んさされていた。朝鮮の改革をめぐっては 人護辞兵や更新政変のような政変があったが、いずれも放棄は失敗に終わった。こうした中で政権を手にしていた民氏は、自らの手で改革を行うことができずにいた。この付けはすべて民衆に振り向けられ、民衆の不満は高まり、1883年から各地で農民の放棄、民乱が起きていた。そのような中、1894年に全羅道振る岡軍で、 群れ守るのが水勢の横領を起こし、その横領に対して、全羅道観察士に愛願を行った農民が逆に逮捕される事件が起きた。この事件により、同年春に最西具の皇帝で、東学党の二代目競争となった再次投の武力、放棄し、交互農民戦争に発展した。反乱軍は、全法順という地章を得て5月には、全州一帯を支配下に置いた。 全羅道振る岡軍の民乱も当初は他の民乱と変わるところはなく自分たちの生活を守ろうとするものでしかなかった。しかし、この民乱の指導者に成長した全法順を含め農民の多くが当学に経していくことからこの当学の信者を通じて民乱が全国的な内乱に発展していく。全法順は仮想の役人であった。しかし、 17世紀から普及し始めた平民教育で全法順のような非安板知識人が形成されていた。この全法順が発した呼びかけ文が当学信者の手で全道に巻かれ、呼びかけに応じた農民で数万の軍勢が形成された。彼らは全打道に配備されていた地方軍や中央から派遣された政府軍を各地で破り、5月末には道都全州を占領するまでに至った。 これに驚いた民主政権は、深国に援軍を要請。天津条約に基づき、日清互いに朝鮮出兵を通告し、日本は公主関係後と在留邦人保護の名目に派兵し、半寸近郊に布陣して、新国軍と対峙することになった。この状況に慌てた民主政権は、農民の提案をもとに、全州和役を作成し締結したと言われる。 ただし和訳を結んだとする一時資料は発見されていない。この和訳で従来の地方政府が復活したが、同時に農民側の埋め付け役、就好書が設けられ、全羅道に農民権力による自治が確立した。反乱が収束し、朝鮮は日清両軍の撤兵を申し入れるが、両国は受け入れずに退治を続けた。 日本は清に対し朝鮮の独立援助と内政改革を共同で行うことを提案し、イギリスも超提案を清へ出すが、清は日本の撤兵が条件として拒否。日本は朝鮮に対して朝鮮の自主独立を侵害する新軍の撤退と清、浅間の条約廃棄、総始、反続関係の解消について3日以内に回答するよう申し入れた。 この申し入れには、朝鮮が新軍を尻避けられないのであれば、日本が代わって駆逐するとの意味も含まれていた。これに、朝鮮政府は、改革は自主的に行う、乱が収まったので、日清両軍の撤兵を、用と回答。七月二十三日午前二時、日本軍混成第九料団、不評主課大隊など、が、郊外の中東地達山から半村に向かい、民間、 人をして電信線を切断し、不評一個大隊が朝鮮王宮を攻撃し占領した。日本は国王構想を支中にし、大院君を再び担ぎ出して新政権を樹立させた。そして新政権にガザンの新軍総統を日本に依頼させた。そして25日に豊島沖海戦、29日に青函の戦いが行われた後、8月1日に、 日清両国が戦線復刻をし、日清戦争が勃発した。全法順は日清両国が軍を派遣して間もない7月には、すでに第二次放棄を起こそうとしていた。しかし、平和的な解決を望む東学の上層部の説得に時間がかかり、放棄したのは10月に入ってからであった。今度は、朝鮮の新政権と日本軍を相手にする反乱であった。 全法巡らが第二次放棄を起こした時には日清戦争はすでに大勢を決していた。11月末に中世道公衆で農民軍と日本軍が衝突するが近代的な訓練を受けた日本軍に農民軍は会えなく敗退する。農民軍は全羅道に逃げ帰り、全法巡らは受傷で再起の機会を伺っていたが、1895年初頭に捕らえられ半寸。 ソウルで処刑された。井上香織日本講師は、全方順の人格に共感し、朝鮮政府に処刑しないように要請していたが、朝鮮政府は井上が帰国している間に、処刑を執行した。全方順が処刑されて間もなく、全方順を密かに忍んで次の歌が、全羅道で流行ったという。緑刀は、全方順のことで、青穂は、緑刀で作った歌詞、青穂売りは、 貧しい民衆を表していた。なお、大院君は、民主政権によって投獄されていた投学の巨界二名を、釈放し、一人を内務和門主事に一人を、犠牲府主寺に採用し、中世道にいる、名主豪族に密詞を送って、投学の先導を命じた。また密詞は、中世道の投学巨界任務、順、助長玉に、全羅道の投学巨界、全法順、早期玉に、 それぞれあって、党との招集を促し、継承道によっては直接に、党との救護を呼びかけた。呼びかけにより10、11月に相次いで放棄する。そして大院君は、党学には数十万で退去して、ハンスンに来るように命じ、平壌の新軍と共に、南北から挟み撃ちにして、日本人を駆逐する策を実行するよう指示した。 これらの事実が日本の平壌攻略によって得た多数の書類から発見された。東学党事件に不快心の天末部法、明治28年9月20日の別紙、第2号。その後も大院君と李ィカリの先導教唆の手紙を発見し、また後に逮捕された部下たちの供述によって発覚し、日本公使の追及によって、国王、大院君、李デカリが謝罪して認めた。 朝鮮国王及び初、第二内政改革を韓国の千28895、明治28、年4月8日から明治28年6月15日、P23。このように、第二次放棄は、純粋な反乱ではなく日本を放畜戦とする、大院君の思惑も働いている、可能性がある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。